ナップスター共同設立者のショーン・パーカーのナップスター P2P 技術を用いた音楽の共有を主目的としたファイル共有サービスまたはその実施のために制作されたファイル共有ソフトの名称1、ニオリチメイドが高まったブランドを利用した音楽配信サービスの名称1、および2のサービスを提供する企業ファイル共有サービスを提供 1999年5月、開発者であるショーン・ファニング、そのおじのジョン・ファニング、起業家のショーン・パーカーの3名により、ナップスター・インクがアメリカ・カリフォルニア州、レッドウッドに設立された。ファイル共有サービスナップスターの運営主体である。2003年6月、米国連邦倒産法第7章による生産型倒産手続き開始が決定なされた。 ロキシー社。パッケージソフト製造、販売事業を展開。なお、ロキシーのソフトウェア部門は2004年に、米、ソニックソリューションズに売却。2010年12月に、ソニック社が、米、ロービーコーポレーションに吸収合併され、そこから2012年に、か、カレルコーポレーションに譲渡され、ブランドとしてのロキシーは存続している。P2P の技術を利用した。 Windows 用ファイル共有サービスソフトの一つ。MP3 などのファイルをインターネットに接続されたコンピュータ間で共有することができた。1998年、当時アメリカのオスイースタン大学1年生だったショーン・ファニングは既存の音楽ファイル検索サービスに不満を持っていたルームメイトの声を聞き、大学校内ネットワークで仲間内で MP3 などの音楽ファイルを 共有できる当ソフトウェアを開発を開始した。なお、ナップスターとは、ファニングが古くから使っていたハンドルネームであり、彼の癖毛に由来している。歌た,たの意味のナップとは特に関連はない。ショーンは大学の教育内容に不満を抱いていたこともあって、1999年1月に大学を中退し、以後開発に専念した。検索機能の開発には、 ジョーダン・メンデルソンが手腕を発揮した。ユーザーは共有の意思がある音楽ファイルのファイル名等のメタデータをリストとしてナップスター社のサーバに登録し、サーバがファイル名及び所有者のリストを取りまとめ、管理する。ファイルの受け取りはファイルをダウンロードしようとするものが、サーバに存在するファイル名のリストから欲しいファイルと所有者を検索し、 ファイル所有者から直接ダウンロードする形であった。ソフト小説あたりソフトは、ファイル共有を、機能だけでなく、IRC など、音楽コミュニティのための道具として作られている。そのためか、利用にあたっては、メールアドレス、年齢、年収、学歴、性別、国名、郵便番号の登録が求められていた。ファイルの共有可否は、ホルダごとに設定できるようになっており、 一切非公開の設定も可能であった。共有公開にあたっては、公開者、IP アドレス、ポート番号、ピング時間、ファイル名、ファイルパス、ファイルサイズ、ビットレート、サンプリング周波数、演奏時間などが取得され、ナップスター社のサーバに送信される。ID3 タグは収集しない。プロトコルは公開されていないが、暗号化が施されていなかったため解析され、 オパンナップなどの互換ソフトウェアが登場した。プロトコルは数字にわたり代償の変更がなされていた。当時、一般世帯でのインターネットへの接続手段は、ダイヤルアップ接続が主であり、高速アクセス回線である ADSL も、CATV の独室も最初の規格が策定されて、間もない状況であった。そのため、当サービス利用者は、 デジタルシグナルレベル1などの高速回線が接続され、また同一ネットワーク内にナップスター利用者が存在している大学内あるいは企業内ネットワークに接続できる人物が多かったとされている。一部の大学においては、投ソフトウェアによるネットワーク負荷が重いことを理由に使用を禁じることもあったほか、口述の法的理由により使用を禁じる大学もあった。 著作権を無視したファイル交換が日常的に行われることにより、このソフトを開発したナップスター社はアメリカレコード協会などから提訴され、敗訴。その後、このソフト、サービスは姿を消した。2000年代のインターネット社会に大きな衝撃を与えた事件である。米、ナップスターが2003年10月29日に、 プレスプラとして提供していたサービスの名称をナップスター2.0に変更する形で開始。当初はデジタル著作権管理技術を使用した WMA 方式を採用していたが2008年1月7日に楽曲販売における DRM フリー化を発表。2011年11月に同業のラプソディに買収され、同年12月にはサービスもラプソディに吸収される。 形で、ナップスターブランドでの音楽配信サービスは収束した。その後、2016年7月14日、ラプソディインターナショナルは、ラプソディブランドで提供している音楽配信サービスを、ナップスターブランドに変更すると発表し、ナップスターブランドが復活した。タワーレコード参加日本では、米、ナップスターとタワーレコード株式会社が合弁で、日本法人、 ナップスタージャパン株式会社を設立し、2006年10月3日より、ナップスタージャパンとして、パソコン向けサービスを開始。当時の日本国内の音楽配信サイトとしては、珍しい、月額定額制サービスで、PC のライブラリーを、WMADRM 対応のデジタルオーディオプレイヤーや、歌、放題対応機種の携帯端末への転送が可能な、会員種別も存在した。 2007年には、ナップスタージャパンの i モードサイトを開設し、NTT ドコモが、コンテンツプロバイダの一つとして、歌、放題のサービスを開始した。対応する携帯電話端末では、PC 版のナップスター通合相当の各局を、同額の料金で利用することができた。i モード版とパソコン版の登録は相互に紐付ける、ことが可能で、一方で登録すれば、 追加料金なく他方でも利用可能であった。2009年12月時点で洋楽を中心に配信数960万曲以上を提供していた。2010年3月1日、タワーレコードとナップスタージャパンは共同でナップスタージャパンが提供している全サービスの終了を発表。新規登録やアカウント作成は同年3月31日、歌、放題サービスは 同年4月30日、PC 向け月学定学生サービスは同年5月31日をもって終了した。米国及び欧州市場対応で、米、ナップスターの楽曲許諾やシステムは DRM フリーへの移行を進めており、一方日本側は対応する大規模な支出は困難との判断がサービス終了の理由だとしている。 楽天ミュージックへの楽曲提供2017年5月31日、ラプソディ・インターナショナルと楽天は提携し、ナップスターにて配信している楽曲を、楽天ミュージックに提供すると発表した。米ロキシオが、米ナップスターの全資産を買収、ただし訴訟などの責務は負わない。日経クロステック。 https://crostech.newk.com/.it/.free/.itpr.o/.usnews/.20021118/.5/.veilokshi.japster <ッ>ブランドの音楽配信サービスを開始。mynavi ニュース。オリジナルの2013年5月1日時点におけるアーカイブ。 http://archive.is/rbxh1 ベストバイツーバイナップスター421ドルミリオンロイターオリジナルの2012年9月8日時点におけるアーカイブ https://archive.is/17r hat 検証ネットワーク管理者のためのナップスター入門ナップスターバージョン2.0ベータ7の場合 アンシーテ c t 1四4三3 2 2の策定は1998年。ナップスターの学内利用禁止を掲げる大学は、全体の34%、ガートナー調べ、イタプロー。 http://itpro.nikkeibp.co.jp:/free/itpro/usnews/2000831/47/2017 年6月25日閲覧。設立当初は、米、タワーレコーズの子会社であったが、ウボにより資本関係はなくなっていた。当時、 タワーレコードの筆頭株主であった。楽曲のダウンロードにかかる通信料金は別途利用者負担であり、パケット通信料定額制契約である、パケ放題ダブルの契約を推奨されていた。ナップスター楽天チームアップツー、グローミュージックストリーミングツージャパン、ダプソディ・インターナショナル、インク、http ブログ、ナップスター .com、2017、05、31。 ナップスター楽天チームアップ2、グロウミュージックストリーミング2ジャパン、2017年6月25日、閲覧。楽天ミュージック、洋楽2000万曲以上の楽曲追加を開始。楽天株式会社。 https://coop.lacktent.co.jp コロンスラッスラッシュニューススラッシュアップデートスラッシュ2017スラッシュ 060102HTML2017 年6月25日閲覧 FB コミュニケーションズ株式会社株式会社マグネット楽天ミュージックがナップスター運営会社と提携洋楽2000万曲以上を楽曲追加 ミューズクマホンネット、http コロンスラッシュスラッシュ www.musicman-net.com スラッシュビジネススラッシュ 68075.html2017 年6月25日閲覧。ありがとうございます。